マーチって過去に戻れるらしいですね。それがもし本当なら、私も過去に戻りたいものです。なるほど、そうかもしれないですね。じゃあ私はどうすればいいんでしょうね。積もらないといいけど。そうかな。今だって作ろうと思えば作れるんじゃないの？作ろうとしないだけで。こんばんは。こんばんは。その参考書。今からその受験対策と思って。木下君はもう将来の夢も決まってるんだって。弁護士です。国見さん。はい。その何？気になっていたんですが、事件があったそうですね。家の近くで。大丈夫でした。なんかその怪我とかは。それは全然。そうですか。その
そのよかったです。心配だったんです。ありがとう。あ、もう、それじゃ、僕は、これで。うん、バイバイ。ちょっと困るけど。努力家みたいだし、いつかは弁護士になっているんじゃないかな。どうしたの？今日はいつにも増してその気がなさそうな感じがする。私にはわかるの。やっぱりいつもと違う。そんなんじゃないけれど、自分が自分のすべてを把握しているわけじゃないから。お兄ちゃん、やっぱりいつもと違うから。うん、やめたくないけど。私、わかった。お兄ちゃん、きっと誰かのことが好きになっちゃったんでしょう。だからだと思う。今日のお兄ちゃんが違ったの。
あら、どうして？けれど、感情を止めることは誰にもできないから。そこまでは言っていないかもしれない。気になる程度なのかも。もし私の考えが間違っていないなら、私は。そっちにいるよ。あ、どの辺？
喉乾いたね。これが減量の苦しみってやつかな。減量ってボクサーだよ、ボクサー。なんでこうなったらもうカサカサになるまで頑張りますか。もう疲れた。なんか眠くなってきちゃうね。うん、ほんと。ちょっと昼寝でもしようか。した。どうかしたの？寝ぼけた？何を？空？普通だよね。変な風って一体どんな？言いかけてやめないでよ。